五所河原市立五所河原第一中学校は、青森県五所河原市松島町三丁目にある公立、中学校。五所河原市内を学区とする。略称、一中、五十一中、五所はじめ。地域との関係が強く、毎年清掃放仕作業などを実施している。内装にアスベストが使用されていたこと及び、校舎の老朽化が著しいこともあって、2005年どころより、 新校舎の建築を開始し、2007年度より教養を開始。それにより、旧校舎は解体された。校舎改築前のマンモス校時代は、全校生徒1500人を誇る、県内でも1位2位を争うマンモス校として知られた、スポーツの盛んな中学校である、五所川原市の中心地区を主な学区としている。2018年現在、1学年6学級、 に学年7学級、3学年6学級、全校で669人である。また、2016年度の入学生から新デザインの男女共通のジャージ、女子生徒の新デザインのセーラー服と、新たに学校指定ソックスが導入された上、修学旅行へ行く時期を3年生の春から2年生の秋に変更された。五所川原小学校、中央小学校、 松島小学校、南小学校、三好小学校の通学地域である。しかし、柔道が強いことから堺井小学校などの3中学区、4中学区などから来ている生徒も少なくない。ありがとうございます。